フェンシングのランキングマッチが今日から沼津市で開かれています。フェンシングのランキングマッチは全国で毎年4回ほど開かれていて、沼津市が会場に選ばれたのは初めてです。大会には全国からおよそ300人の選手が集まり、午前中には男子選手や14歳未満の女子選手が試合に挑みました。大会は明日までで、ランキングに応じて付与されたポイントで世界大会や2024年のパリオリンピックへの出場選手が決まります。沼津市は今後も地元で大会を開催し、フェンシングの街づくりを進めていく方針です。